夏が好きかぜあざみだけどこのレディさまよ青空に残さ私の心夏の夢が覚めるそんなにたくさんは拾ってないから、うちにあるのが100個とか、まあそのぐらいなんで。で、調べると、三浦半島とか、房総半島ぐらいなんですけど、で、そこで拾えるの、普通に拾えるのはせいぜい15、6種類とか、まあ20種類まではいかないっていうか、まあそれもちろんね、まれに 何千個に1個とかいうようなものはあるにはあるんでしょう。そういうのはまあなかなか拾えませんから、普通、十数種類ぐらいだろうと思って、それをより分けるのは実はそれほど難しくなくなってきて、最初ねでもね始めるとね何が何だかさっぱり分かんなくて全く見当がつかないんですよ。このたくさんある中でいくとこれ何って言われてもう全く見当つかないんだよ。大体コツ覚えておきますね。 やってるうちにね、メダカラ、とにかくメダカラばっかりなんですよ多分。うちにっていうか、まあうちにあると拾ったやつの大体8割はメダカラじゃないのかな。目だからっていうのは黒い点々が目立って、で裏返すとあの背中側じゃなくてお腹側の白い側に黒い点々がたくさん入ってるん でそれがそれを分けていくと大体8割は100個あっても80個はもうそこで跳ねられちゃうのね。で残りが20ぐらいなんで2割ぐらいなんだけど、そのうちの半分は大体茶色キヌタっていう。でこれはまあ背中が茶色くて裏が真っ白だから、まあ茶色キヌタだな、紙筋だからっていうのを混ざってたりするんだよ。まああまり気にせず、残りのその残りの半分はだいたい茶色キヌタだから、そのさらに残ったせいぜい100個のうちの10個ぐらいをあとはちょっと丁寧に調べてっていうようなことになるとは思うんですけど、まあ慣れちゃえばすぐ分かるんでしょうけどね。ただ問題はね、そこまではまあ大体できるようになったんだけど、問題はね、そうさっき跳ねたメダカラの中に実はメダカラ以外のもある可能性が混ざってる可能性があるっていうところが面白いというか難しいところで、メダカラによく似た貝っていうのも例えば黒潮だからとか生娘だからとか、まあいくつか間違いやすいのはあるみたいですね。だからそれをどうやって拾っていけるか、茶色キヌタに対してもまあ紙筋だからっていうのがそっくりなのがあったりするらしいんで、その辺跳ねたやつ跳ねてないやつはまあ要は取っときゃいいわけだから、100個拾ってきて100個取っとくとキリがないけど、まあ10個程度だからね取っておけるし、しばらくはさ、残りのこっちの80とか跳ねたいんで、目だからは跳ねたいんだけど、ほとんどね。だけどそこになんか混ざってるんじゃないかなっていうのが、そこから先もう一段その階段が上がるってちょっと難しかったりするんですけど、やっぱり宝が拾うのも面白いし、まあ桜花もいいですけど、ともどん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 こう今度何がいい何がいいと面白い階が目につき始めるでしょ。何がいい何がいいってさ、でいろんなもん落ちてるからさ、まあ例えば翡翠茶にあるなんだけど、目の方かな、目の下ね、間違えて、なんだっけあれ、忘れちゃいましたけど、まあ、いろんな、まあ、鉱物みたいのも今度どんどん興味が出てくるとさ、海だけじゃなくて今度山行って鉱物拾えるぞみたいな話になってくるの、楽しみといや楽しみ、どこまで話広がるのかなってちょっと気にもなりますけど。